今回は主将の岡本拓朗選手にインタビューしました。平日の一日の練習時間はどれくらいですか？授業が終わって3時40分からアップして、で大体7時ぐらいに、7時から7時半に終わるんですけど、そこからは個人の自主練で8時半まで。試合で注目してほしいところはありますか？やっぱりそのチームワークを生かしたつなぐバッティングと、三浦を中心とした堅い守りを見てほしいです。甲子園に向けての意気込みを教えてください。目の前の試合を一つ一つ集中して、で最終的にその勢いで優勝できたら一番だと思います。ありがとうございました。